どうもタビアンです。京都花の密室殺人事件、またもや自宅からお届けしていきたいと思います。静かな自宅だよね。 BGM でも流せばいいのに。前回まではこちら、10時頃京本流の華道大会選考会が開かれました。昨日ですね、3月4日、玉美が選ばれたんですが、その直後になんと密室の茶室で玉美がの死体がね発見されました。毒物による殺害と刈谷警部が言ってましたね。捜査状況こちら、玉美の殺人事件メモとして分けておきましょう。茶室は密室、ここでゲームタイトル来ましたね。花の密室殺人事件。なんか止め金で止めてたって言ってましたね。で、雪が降ったんですけど、午前中降り続けてて、午後から止んで、で、足跡がなんか3組残ってたんだよね。3人分ですね。それから茶室から戻るのが1組。あったんですけど、人物相関図こちら、まあ、その3人の足跡っていうのが、まあ、家元周法とその妻香里、それから沢田理事ですね。この3人が茶室に向かったと思われます。どうなんでしょうか。で、香里さんが私たちの方に戻ってきたので、まあ、香里さんの足跡が、茶室から部屋の方にねついてたんではないでしょうか。それとも何か罠があるんでしょうか。そして三尾は事件からいなくなりました。まあ追いかけないといけないでしょうね。話を聞かないとね。玉美さんも殺害するってますますなんか動機がわからなくなってきたよね。さあ続きやっていきましょう。もう動機探るしかない。捜査状況、カフェドミッサーで打ち合わせなのか。打ち合わせはないみたいですね、キャサリン。はい、あ、モダンハイツ、もういきなり三尾のとこか。よし行こう。三尾いますか。インターホン押しますか。誰も答えない。おお、豪華なマンション。覗き穴からやつは覗いてないか。ドアは閉まってます。あ、府警本部行けんのね。府警本部行こうか。刈谷さんのその調べた結果を教えてほしいよね。あ、刈谷警部いない。あ、そうですか。じゃあちょっと京本邸にまだいるのかな。女中さん大変ですね。玉美さんのお葬式に行ってはります。よかったら中でお待ちください。 OK。 あ、家元のこと聞ける。はい、どうも。じゃあ中で待たせてもらおうか。応接間、まあ誰もいないね。調べることできないから茶室、ここで事件が起こったんだよね。もう雪は溶けてますね。京都市内はそんなに積もらないイメージですけどね。まあ1日経って雪解けしたんでしょう。茶室を調べようか。今年新築されたばかりの茶室。あ、儲かってるんだね。地面、母屋の廊下から茶室までは3メートルくらい離れています。うん、特に何もなし。新築されたか。あまり特に情報はないね。座敷行ってみるか。誰もいない。え、一周したけど、玄関戻ってみようか。
女中さん、誰もいない。一回外に出るか。カフェドミさん、意外に誰も捕まらないね。自分の部屋で考えてみることが必要だったのか。あ、もっと調べないと。 OK、 モダンハイツ2周目、あたりを見回して、これなんだろうね、隠しカメラこれ事件に関係ありません。あ、そうですか。ドアは閉まっている。うん。表札は両本光雄と書かれています。 OK、 インターホンを押しても出てこない。扉開いてるんじゃないの、鍵かかってるか。ドアは閉まっている。インターホン3回ほど押してみるか。何もなし。うん、どんどん行こう。カリア警部いない。沢田玉美の死体発見者の一人、三つを家元の跡取りであるが、本人は稽古嫌い、マンションに一人住まい。玉美の死んだ日、姿を消す。あ、なんか情報更新されてるね。香里玉美の死体発見者の一人、まあ死体発見者の一人、静江弟子玉美第二被害者、うん、キャサリンの友人。あ、ここでできることはないよね。京本邸でお待ちくださいって言ってるから、何かをすれば進展するのかもね。松といえば応接間でしょう。ただここで何もできないんだよね。っていうことは茶室か。茶室で何かを調べるしかないのかな。なんかここどっかを指定して調べられるわけじゃないから何もないね。あとは座敷。あ、何もできない。何が足りてないの。玄関ってあそこだよね。わかった。応接まで何もせずに待っとくのかな。はい、待っておきますね。応接まで待機してても何もならないね。なんか見落としてるんだろうな。あー、中に入るってある。気づかなかった茶室の中に入れるのか。おお、茶室の中に入れました。茶室調べる。内側から掛け金をかければ完全な密室になります。うん、なるほどね。他にはそれだけ。茶室、そろそろ戻ってくるかな誰か。あ、戻ってきた。京本邸家元戻ってきました。親タブヤンさん来てらっしゃったんですか。どうぞおかけください。いろいろ聞きましょうか。三つをマンションの方へ帰ったと思いますよ。いや、いなかったよ。あ、今葬式に出てたっていうことか。三つをもね、別に隠れてるわけじゃないんだね。じゃあ玉美、
選考会の結果たまみに出品してもらうと言った時、彼女はとても嬉しそうでした。自殺などするとは思えませんよ。うん、選考会、選考の方法はまず腕のいい3人の弟子を選び作品を作らせました。玉見、静江、そして麻生真紀の3人です。麻生真紀誰？ここに来て新しい弟子出てきたね。麻生真紀、この3人の実力はほぼ同じくらいです。沢田くんや三尾は玉見を推薦していました。あっそう、玉見は一番先輩でもありますし、玉見に決めたんです。彼女ならうまくやってくれるだろうと思ってました。あっそう、沢田仕事で大阪まで行っています。香里、疲れが出たと言って部屋で休んでいます。麻生真紀のこと教えて。真紀は若い割には個性的でなかなかの腕を持っています。一度チャンスを与えてやったんです。今は座敷におるでしょう。あ、そうなんだ。ちょっと真紀に話を聞こうか。麻生真紀、はじめまして。ものすごく髪型がハートに見えるのは私だけでしょうか。あら、あなた昨日来てた人ね。キャサリンさんと一緒に。麻生真紀さんにいろいろ聞いてみましょうか。愛子のこと。愛子さんいなくなってしまって残念なんだけれど、でも家元から直に教えてもらえるようになったのでよかったんです。おう、愛子さんに教わってたっていうことかな。じゃあ、うん、玉美さんきっと殺されたのよ。出品すること決まったでしょ。それが原因かもしれないわ。麻生さん、でも麻生さんあなたもね、容疑者になるんですよ。それに彼女あんまり評判良くなかったもの、私たちや生徒さんの中でも。良くなかったの評判。静江さんは、私静江さんってよく知らないの。おとなしい人だし、今日もお葬式の後黙って帰っていったわ。ショックだったのはわかるけど、でも結局大会に出品するのは静江さんになっちゃうでしょうね。あ、真紀さんのじゃなくて。あっそう、いえ別に静江さんを疑ってるわけじゃないんですよ。評判、玉見さんのこと知りたいのなら木屋町のローズという店へ行けばいいわ。玉見さんがよく友達と言っていた店だから何か聞けるかもしれないわ。木屋町ね、はい、飲み屋街ですね。選考会のこと、家元が私も選考に入れるって言ってくれたのは嬉しかったんだけど、はっきり言って結果は分かってたんです。玉見さんになるって、だってあの人要領いいんですよ。ちゃんと先に根回ししておくんです。そうなの。事件、私稼働大会のポスター貼ったりしていた。あ、ポスター貼ってた人ね。なるほど、後で聞いた時はびっくりしました。なるほどね。じゃあちょっと玉見の噂聞きに行くのと、あと沢田にもちょっと会いに行きたいね。女中さんはいません。ちょっとまず沢田に会いに行こうか。戻ってるはずだからね。こんにちは。あ、タブヤンさんですか。空いてますよ、どうぞ。中に入りましょう。三尾、三尾はなんか
ねえ、犯人っぽくないね。天海のこと、彼女選考会で選ばれたから殺されたのですかね。一言みたいに麻生真希のこと、あの子はよくは知らないけれど親父の気を引こうと必死ですね。あっそう、他には真希さんも必死なんだ。なんかこの業界みんな自分のことをアピールしようとしてみんな必死だね。選考会、僕には関係ないことなんですけどね、彼女たちの目は血走ってましたよ。人を殺すぐらいそんなになの。足跡、え、足跡、たまみさんの足跡が雪の上に残ってなかったんですか。茶室へ行ったはずの足跡が。そうだったんですか。いや、なんでもないんですが。ん、たまみさんはどうして足跡が残ってないんだろうね。もう殺された後に運ばれたのか。だよね。事件が起こった時は僕は出かけていたんですよ。なぜいなくなったのかって。嫌いなんですよ、ああいう雰囲気。選考会が終わったらさっさと部屋へ引き上げました。それで街へ出ようと思って車で出て行ったんです。なるほどね。まあ嘘はついてなさそうだけど、マキさんもちょっと怪しいって言えば怪しいよね。うん、ちょっと人物相関図、まあ、マキさん乗ってないけど、マキさんとしずえさん両方怪しいね。なんだか怖い業界っていうのが分かってきましたね。さあ木屋町に行ってみましょうか。なぜ玉美が殺されなければいけなかったのか、玉美の身辺をちょっとね洗いに行きましょう。あっと待って、その木屋町に行けないな。え、カフェドミサ行く、まだいないね。木屋町は選択肢ないね。もう場所聞いた方が良かったのかな。ちょっと待ってね。座敷か。この場所を聞いた方が良かったのかな。評判か。このローズの場所を教えてほしいんだけど。教えてくれないね。ちょっと待って、逆にローズのことを家元に聞けないかな。たまみのことをもう一回繰り返し聞いとこうか。違うね、ごめんなさい。マキのこと、うん、特に新しい情報はなしか。じゃあ木屋町に行けないんだって、だら府警本部に行くしかないかな。4日目にしてストレートには行けない。あ、カーリア警部戻ってるじゃないですか。玉美のこと、死因はやはり青酸カリでした。死体のそばの茶碗のお酢から青酸反応が出ました。うん、茶碗から。なるほどね、お茶はお茶で、まあ茶室だからね。問題は内側から鍵がかけられていたこと、それと犯人と被害者の足跡が残っていないことですね。うん、だからそうだよね。だから雪の足跡が残ってなかったから、足跡を残さずに茶室へ行くのに飛び移るというのはちょっと無理ですし、あとは長い板を渡すという方法が考えられますね。しかし現場の近くにはそのような板は見当たりませんでしたよ。玉美さんの家を調べたいのでしたら一緒に来ませんか。あ、玉美さんの家、玉美の部屋です。と
にかく部屋を調べてみましょう。はい、わかりました。まずはあたり、きちんと整理された部屋です。女性っぽい部屋だね。まあまずはこの筐体かな。引き出しの中に数枚の写真、玉美と三男が二人仲良さそうに写っています。あらまあ、そういう関係？三男と？三男も隅に置けないね。写真撮りますか。アブヤンは刈谷警部にわからないように写真をポケット大丈夫？じゃあそろそろ行きましょうか。あ、もうこれで終わり？一発で決めちゃったな。あ、ローズ行けるようになってる。よし、ローズ行こう。カフェバーローズ。あ、すみません、まだ店開けてないんです。え、あ、そう、じゃあカフェドミサ。あー、ミサもなし。じゃあもういきなり本筋行くか。三男に写真を見せるだね。バレちまっちゃしょうがないみたいなことになるのかな。三男、覚悟しろよ。三男くん、写真を見せる。あ、どうしてこれを玉美の部屋で。そうですか、疑われちゃたまらないのでお話ししますがね、僕は愛子さんを好きだったんですよ。でも見事に振られましてね。そんな時玉美が声をかけてきたんで適当に付き合っていたんです。玉美の魂胆は分かってましたよ。僕と付き合えば有利な立場につけますからね。愛子さんが死んだ後は華道大会の件で家元に自分を推薦してくれって、そんなことまで言ってましたよ。でもあいつ他に付き合ってる相手がいたんじゃないかな。玉美、他に付き合ってるやつがいた？誰？もしかして不倫？周郷と付き合ってるのか？なんか沢田理事モテなさそうだもんな男性やとも家元しかいないですよ。あ、それでちょっと推理できそうになってきたね。家元と玉美もしくは愛子が不倫関係でってことになるのか。女性絡みで家元が犯人か。玉美のことでも、こうなってしまっては玉美も哀れなやつですよ。愛子のこと、愛子さんは人に恨まれるような人じゃなかったですよ。玉美がどう思っていたかはわからないですが、玉美もなんか裏がすごいあるやつなんだね。カフェドミさんもそろそろ出てくるかい。まだか。じゃあどうしようか。あ、ローズもう開いてるかな。あ、開いてる。カフェバーローズ、いらっしゃいませ。セクシーな店員さん、お客さんかな。玉美さん、お花の先生ですか。それならお友達が来てますから、ちょうどここにいますよ。え、誰が来てるの。陽子ちゃん、この人がお話ししたいって。あ、この人が陽子さんか。見えてるのが陽子さん。どうも、玉美のこと、家元の息子とうまくやっているって言ってたのに突然死んでしまうなんて。え、他に付き合っていた人ですか。そういえば時々他の男の人とこのお店に来てるのを見ましたよ。何しろ玉美はやり手だったから、他にも男を連れていたって不思議じゃないですから。確かに美人だけどね。気づいたこと、そうですね、この前愛子さんとかいう方が亡くなった後で玉美が
次は自分の番だと、そんなことを言ったんです。まさか自分が死ぬんだとは。そんなこと言ってたんだ。そろそろカフェドミサ行ける。あ、まだもうちょっと聞かないとダメ。ちょっと待ってね、陽子さん、他にはこれといって。あ、そうですか、陽子さんありがとう。店員さんは何か気づいたことないですか。何のことか分かりません。 OK。 じゃあ刈谷警部に報告。あ、いらない。じゃあ京本邸かな。座敷マキね、マキに見せる写真、見せない方がいいでしょう。確かにね。あ、特に応接間でもこの人も怪しいもんね。家元に見せる、怖いな。見せない方がいいでしょう。なんか新事実で、あ、やっぱ自分で考えた方がいいか。ちょっと一回考えよう。ちょっと情報が多すぎてね。キャサリンがいないなら自分で考える。タブエンは事件について考えた。タマミはミツオと付き合っていながら他にも男がいたのだろうか。タマミのことをもっと調べてみないといけないようだ。今日はもう日が暮れてしまいました。キャサリンはどこに行ったんでしょうか。また明日頑張りましょう。はい、ということでちょっと人物関係が見えてきましたね。はい、次回キャサリンとね話してちょっとお知恵を拝借したいですね。皆さんもよかったら人物相関図見ながら整理してみてください。それではまた、さよなら。